皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニレボやっていきましょう。さあ今日もですね、このゲートをくぐってマイクラとアニレボの狭間の世界にレッツゴー。よっこいしょっと、出てきた出てきた。いやなんか久々に来たな。あれ、村人とかスティーブ、ゴーレムはどこ行ったんだ。アキシさん、おお、びっくりした。真横にゴーレムがいた。びっくりさせんなよゴーレム、どうした。いやアキシさん、相談があるんですよ。相談？なになに？おお、アキシー来ていたのか。いや今来たとこなんだけど、なんでお前ら左右から出てくんだよ。あーごめんごめん。っていうかゴーレム、なんなの相談って。いやースティーブさんみたいに私も装備が欲しいんですよ。ここの世界だったら私を強化できるかもしれないってアキシさん言ってたじゃないですか。あー確かに言ってたね。あ、それだったらアキシー、俺も強化してほしいぞ。最近はヘロブラインの襲来はないけれども、やっぱりこの鉄装備じゃな。ダイヤモンド装備、いやそれはしんどいか、せめて金装備、あとエリトラとかも作ってくれ。なずるいですよスティーブ。それなら私だってダイヤモンドゴーレムにしてほしいです。いやいや、めっちゃダイヤモンド使いそうじゃん。お前の体でダイヤモンドゴーレム作ったら、いやいろんなユニットの再現とかオリジナルキャラとかも作っていかなきゃいけないんだぞ。さあお前ら好き放題言いやがって。どうしたんですかアキシさん、やめてください、暴れないでください。なったら正当防衛だ。あーくそー、いやいや全然、いや負けちまった。抵抗しようとしたのに。はあ、どうやら一番初めに強化しなきゃいけねえのはアキシみてえだな。残念ながらそのようですね。このマイクラとアニレボの狭間の世界で活動できるアキシさんの体を作った方が良さそうですね。あ、本当？それは嬉しいな。この銃での戦い方にちょっと飽きてきてたんだよ。うん、確かにその銃での戦いは、見飽きましたね。いやいや、お前いつも守ってやってんのに、なんだその言い草は。いやいや、村人の言う通りだアキシ。みんなに動画を楽しんでもらうためにも、一番登場するお前を改造した方がやっぱりいいと思うぞ。あ、すごく正論。そうだ、この世界で自由に動き回れるように、まずはアキシさんのその姿をマイクラ仕様にしてみたらいかがですか。マイクラ仕様。なるほど、俺も村人とかスティーブみたいな感じの人になれってことか。その通りです。確かにいいかもしんない。よし、そうと決まったら精神を集中させて。おい何やってるんだアキシ。まあいいから見てろって。はあ、チチンプイプイのプイ。おお、村人の服が変わった。これはどういうことですかアキシさん。手品のようです。なかなか防御力が高そうな服ですね。気に入りました。よし、実験成功だ。どうやらこの世界だけで使える特殊能力があるみたいでさ、 MP を消費してマイクラの装備とか兵器を作れるみたいなんだよ。マイクラにないアイテムも想像次第では作れるみたいだぜ。いやいや、チートじゃないですかアキシさん。そうか、その力を使えばアキシ自身も改造できるかもしれないということだな。試してみる価値はありありのありだな。そうなんだよスティーブ、ありありのありなんだ。よし、精神を集中させるぞ。いや、自分自身はまだやったことがないからな、成功するかどうかわからないけど。アキシアバターよ、マイクラの姿になれ。おお、なったー。おお、めっちゃ四角いぞ。すげえ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 。わあ、マイクラ化したらこんな感じか。いやいや、視聴者さんから本物のマイクラでアバター作れよ、というツッコミが飛んできそうですね。ま、今は実況してないからな。仮にアバターを作ったらこんな感じだろうっていうのが分かってとりあえず良かったぜ。うまくいって良かったですね。でもアキシさん、その状態でどうやって戦うんですか。本当に戦えるんですか。確かにな。まあテストといえばあいつだ。あいつで試させてもらおう。どうも皆さん、はじめましてですよね。大胆なビリ、大胆に健算。ここがマイクラとアニレボの狭間の世界ですか。初めて来たような気がします。いや楽しいところですね。大胆なビリーか、よくこの世界に来れたな。まあ僕は大胆ですからね。皆さんも大胆になればいろんな世界に行けると思いますよ。そんなもんなんですかね。まあ何はともあれよかったわ。よしビリー、俺と戦ってくれ。今日のテスト相手はアキシさん自身ですか。ちょっと弱そうじゃないですかその力は。あれ、あら、ちょっと硬いですねアキシさん。なんかもう四角くて殴りづらいです。おお、大胆なビリーをどんどんと倒していく。攻撃力はやっぱ武器持ってないからさほど、ちょっとないけれども、いやいやいや、防御力は結構ね、箱だからな。ああ、
ブロックだから結構高そうだぞ。よしよしよし、いいじゃねえかいいじゃねえか。何よりもね、はい、アキシアバター銃で攻撃したのがね、格闘技になってるのが新鮮ですよね。よっしゃ、たくさん殴っていくぞ大胆なビリーを。よーし、お前らがそうやってパンチでね攻撃するなら俺もパンチでやっつけちゃうぞということでね、よし最後のビリーをパーン。よっしゃビリー全滅。いや、なかなかいいじゃねえか。おお、お見事。でもアキシさん、攻撃力は、めちゃめちゃ下がってるんじゃないですか。確かに村人の言う通りだぜアキシ。お前防御力は上がってるけど強化なのかそれ。確かに、こうなったら装備作るしかねえな。そういうことなら新しく装備を作ればいいじゃないですか。アバターの次は装備です。よし、次は装備をクリエイトするぞ。よっしゃー、ダメだ、MP が切れた。おいおい、今敵が来たらやばいぞ。全く世話の焼けるやつだ。せめて素材があればな、少ない MP で作れるんだけど。じえ、なぜ私をそんな目で見るんですかアキシさん。ゴーレム、少しだけアキシに鉄を分けてやってくれ。お前の体鉄なんだろ、アイアンゴーレムだからな。アンパンマンみたいに言わないでくださいよ。しょうがない、僕の鉄を分けてあげますか。よいしょっと、頭がちょっと減っちゃいましたね。はい、アキシさん、それで装備を作ってください。おー、ありがとうゴレム、こんなにくれるのか、ありがてえ。よーし、みんな見てろよ、あせーの、ボーン。おお、素晴らしいですね、斧ですか。まあ MP が少ないからといってもちょっとしょぼいな。おい、しょぼいとはなんだ。ダメですね、お前は終始辛口だな。斧をバカにするなよお前ら。攻撃もできるし、木も切り倒せるんだぞ。万能装備じゃねえか。何も戦いだけじゃねえぞ。こうやってな、資材を集めるのだってね、立派なマインクラフターだよ。オラ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 、切り倒してやるぜ。ほれほれ、どうだどうだ、木材ブロックいっぱい生成できたぞ。おっしゃー。お、やりますねアキシさん。おい、気をつけろアキシ、何かいるぞ。え、何かって、あれはガストじゃねえか。あれ、ラッシーさんが作ったガストか。そもそもガストがネザーにいないのおかしいだろ。そうだよな、やっぱりラッシーさんが作ったガストだよな。だったらきっと攻撃してこないはず。いやいや、バリバリ攻撃してくるやん。うわー、くそー、ガスト、わ、斧、よし、この斧で攻撃してやるぜ。よっしゃー、なんとか勝てたぞ。よしよしよし、ガストにも勝てるとか俺大幅強化じゃねえか。元のアキシより強いんじゃないの。へん、どうだみんな、見直したか。木材ブロックもこんなに手に入ったし、ガストも倒せちゃったぜ。やっぱり万能すぎるだろう、鉄の斧。いや、アキシさん、お見事。それではその木材ブロック早速使わせて。都合がいいな村人。いや、少ない MP で作った割にすごい攻撃力だな。よし、今度 MP が回復したら俺にダイヤモンド装備を作ってくれ。いや、スティーブ、次は私をダイヤモンドゴレムに変えてもらうんです。いやいや、ハードルが高すぎるんだって。しかし、なんでこんなところまでガストが来るんだ、それがちょっと気になるよな。ごめんスティーブにゴレム、次敵がいつ来てもいいようにもうちょっと装備を整えるわ。お前らの望みは高望みすぎるんだよ。そうか。それでブラッドゴーレム、送り出したガストはどうした。すいません、やられたようです。アキシの新しい武器によって。ガスト一体とはお前どういうことだ。ガストだけでは不十分だ、お前も行ってこい。仰せのままに。では失礼します、今度こそ失敗はせぬぞ。いでよガスト、あやつらを粉々にしよう。なんかブツブツ聞こえると思ったらヤバいって、みんな後ろにブラッドゴーレムとガストがいる。なんですって。再びこの世界にアキシが来ているようだな。おい、ちょっと待って、ビルアールまで来ちゃったぞ。ヤバいヤバいヤバい。クソ、ブラッドゴーレムにビルアール、お前らやっぱり仲間だったんだな。同時に攻めてきやがって、卑怯だぞ。何を言っているんです、ビルアールは私の仲間ではありません。何を言ってるんだあいつは、やはりバカなのか。あんな赤いゴーレム、見たことも聞いたこともない。一体どうなってるんだ、ブラッドゴーレムもビルアールたちもこの世界やアキシの命を狙って攻めてきてるんじゃないのか。こいつら本当に仲間じゃないの。騙されるなよスティーブ、こいつら平気で嘘もつくはずだ。それは心外ですねアキシさん、やはりあなたは粉々にするべきだ。まあ別にどう思ってもらっても構わないがな。その
木材ブロックいいじゃねえか。それをいただいてヘロブライン様のお土産にしよう。好きにはさせませんよ、ビルアール。こんなったら戦うしかありません。よし、作っといてよかったぜ。盾も装備だ。これで防御力アップ。もっと戦えるぞ。いやー、それにしてもブラッドゴーレムと、いやー、ビルアール仲間じゃないのか。どういうことなんだろうね。ということでですね、いやいや、とりあえず生き残ることが先決だということでですね、皆さんは誰が生き残ると思いますか。最後に立っているのは誰だろうか。おっと、ガストがやられた。さあ、ガストのかけらが吹っ飛んで、ビルアールも吹っ飛んでいる。あー、ビルアール、この隙に街を襲おうとしているのか。さあ、チリジリになっている。はい、こちらはですね、ゴーレムとブラッドゴーレムが戦っているぞ。さあ、ガストは2体ともやられてしまった。よし、あっちの戦い終わったからな、ゴーレム手伝うぜ。2対1ならブラッドゴーレムを倒せるだろう。よし、やっぱり防御力がね、上がってるからな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。お股に潜り込んでティンティンを狙っていく。金的にオドだ、痛えだろ。ゴーレムしっかり押さえてくれ、俺が攻撃する。よっしゃ、倒した。ナイスゴーレム。よし、アキシも盾を装備してかなり強くなってるぞ。いい感じだ。ビクビクしちゃってっけど、うん、隙あり。ん、なんだと。まだビルアール残ってやがったか。くそー、倒してやる。盾で防ぎながら斧で攻撃していくスタイル。オラ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 。見た目はチューしてるだけだけどな。くそ、ビルアールなかなかやるじゃねえか。盾がなかったらやられるとこだったぜ。危なかった、作っといてよかった。うん、ありがたいですね、木材ブロックがこんなにたくさん。うん、喜んでもらえたみてえだな。よし、この村の戦闘パーティー、俺ら4人も着々と強化されてきたな。ビルアールやブラッドゴーレムたちが攻めてきても大丈夫だな。そうですね、我々4人でこの村を守りましょう。その意気だ、ゴーレム。いやいや、なんで私が戦闘員に。それでおめおめと逃げ帰ってきたわけか、ブラッドゴーレム。申し訳ございません。もうよい、下がれ。次は私も行く。本当でございますか、このブラッドゴーレムと。エンティティ303様と一緒ならどんな敵も滅ぼせるだろう。はい、というわけでですね、今日はアキシのマイクラアーバーを作って斧と盾を装備させてみました。これからはね、いつものアキシアーバーとね、このマイクラアーバー使い分けていきたいと思います。さあ、夢のアキシ同士の対決、接近戦タイプと遠距離戦タイプだね。近づいたら斧持ちの方が強いと思うんだけれども、泥試合じゃねえか。くそ、アキシめ、勝つのは俺だ。いや、勝つのはこのマイクラアキシだ。おい、アキシ同士で争うな。いやいや、争わしたのはアキシ、お前じゃねえか。さあ、今日も最後にじゃんけん T レックスやっていきますよ。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくるんだい今日は。おっと、青色のチョキだ。出てきたのはブルーシザーズ。あー、アキシ噛まれてる。うわー、こなごな。それではまたね。次回、ガーテンオブバンバンのキャラが大集合。お、楽しみに。